CGS 動画の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、長谷川道子先生にお越しいただいております。長谷川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、翻訳から考える日本という番組をシリーズで撮らせていただいてですね、その時から2ヶ月経ってるんですけども、2ヶ月ぶりに来させていただいて、前回は夏の真っ盛りで大汗かいてきてたんですけど、だいぶ涼しくなって、はい、今日も2回目の収録です。よろしくお願いします。その間にですね、先生が書かれた本が文庫本になったということで、そうなんです。からごころという本ですけども、だから聞きますと相当昔に書かれた。もう遥か昔、昭和の時代に出た本なんです。20年以上前に。それが延々と、はい、そのまんま絶版状態になっていて、はいはい、でも久しぶりに文庫になって蘇ったと。すごいですね。だって30年も前の本が今文庫にしても、受け入れられるというか、皆さん売れるだろうと出版社が考える中古文庫さんですね。かなり化石の発掘みたいな。でひょっとすると、はい、毎日新聞とか朝日新聞で長谷川バッシングをしていただいて、はいはい、新聞の一面に名前が載ってしまうという、はい、そういうありがたい広告をしてくださったんで、はい、そのおかげもあるんじゃないかとか、はい、担当編集者こっそり耳打ちをしておりました。ネガティブキャンペーンが。朝日新聞さんありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあね、それ今朝日新聞ということで、朝日新聞で話をしだすとそれだけで10分15分終わってしまうので今回は数回にわたりまして、今本当に国民的に議論しなければいけない憲法や憲法改正について、先生といろいろ意見交換といいますかインタビューをしたいなと思っておるんですが、今日のお題としては先生と打ち合わせの中でそもそも憲法って何なんだろうかっていうことを、例えば若い学生とかですね、日本たちが考えてるかなというようなことの中で、いや実は知らないんじゃないかという問題提供をいただいて、憲法ってみんな言うんだけど、じゃあ憲法って一体何ですか、はい、と聞かれたら、神谷さん、例えば中学生に憲法って何ですかって聞かれたら、はいはい、どう答えます？中学生にですね、私はちょっと勉強させていただいているので、その国の、国体を表すもの、それの中には伝統文化習慣を含むということを、伝えるかなとは思うんですけど。そうですよね、はい、まさにね、実はそれがね大正解なんです。ありがとうございます。よかった。答え合わせしてませんからね。ありがとうございます。憲法とは、はい、国の権力を縛るものだ、はい、というふうにお答えになった某、地方首長さんもいらっしゃって、はいはい、それも実は間違いではないんですけれども、はい、一つの側面ですからね、はい、ただ憲法っていうのは実はたくさん意味があるんですよね、はい、もともと。で前回翻訳語の話をしたんですけれども、はい、実は日本語の今我々が憲法って言っている言葉も翻訳語なんです。はい、でただ翻訳語だっていうのがあんまり目立たないのは、もう「日本書紀」の中に聖徳太子の17条憲法って、はい、いう言葉があって、なんか我々にはもう古いおなじみの言葉なんですよね。はい、でもそれは明治の初めにコンスティテューションという英語が入ってきて、はい、これをどう訳そうか、うん、当時は国憲と訳したり、それこそ建国法と訳したり、はい、生態法と生態書とか。はい、いろんな訳し方をしてたんですけれども、はい、その中で結局憲法っていう言葉が翻訳語として定着した、はい、我々にとってはもう聖徳太子の17条憲法、とてもおなじみの日本語ですよね。はい、でそれはいいんですけど、はい、ちょっとそこでまずいことがあったのは、はい、憲法っていうと聖徳太子の17条憲法はちゃんと17条第1条1つに枠1つに枠って箇条書きになって書かれたものですよね。はい、うん、で我々もそれが憲法だと思ってる。はい、で大日本帝国憲法も憲法だし、はい、日本国憲法も憲法。はい、なんか憲法って書かれて、できちんと第1条第2条ってなってないと憲法じゃないみたいに思ってしまう、はい、そうですね、憲法イコール憲法典という理解になっているということですね。そういうわけなんですよね、はい、うん、実はそこにこうちょこっと我々の翻訳語のこう誤差があるというわけなんです。それで今日はね、実はもう一つ神谷さんに聞きたかったのは、はいはい、日本憲法っていう言葉を聞いたことあります？日本憲法、日本国憲法じゃなくて、はい、日本憲法。正直音だけ聞くとこっちの日本憲法を思い出してはいやってますとか、はい、そっちしか思いつかないです正直。はい、聞いたことがないです。だからその憲法をつけての日本憲法っていうのは。ですよね。はい、少林寺憲法と日本憲法があるみたいな。はいはいはい、でところがね、ちゃんと日本憲法っていう言葉はもう憲法学者の使う言葉としてしっかりあるんです。はい、でこれは佐々木宗一先生という戦前はい、美濃部達吉さんという有名な憲法学者が東の美濃部に西の佐々木といって、はい、お二人も双璧でいらした。はい、この佐々木先生のご本に「日本憲法要論」という、はい、こういうご本がある。はい、それからこちらはその美濃部先生が戦後にお書きになった「日本国憲法原論」、はい、これは「日本国憲法原論」というタイトルなんですが、この第2章は「日本憲法総論」という、はい、やっぱり美濃部辰吉先生も日本憲法という言葉を使ってらっしゃる。はいはい、しかも昭和27年9年に発行されているんで、もう戦後にちゃんと使われているんです。はいはい、でもなぜか日本憲法という言葉は今我々聞いたことありませんよね。はい、憲法かと思ってしまう。はい、すいません。いや私もそうなんです。はい、もうつい最近日本憲法、はい、という感じで、はい、なんか新鮮な驚きね。だから日本国憲法の言い間違いで国が飛んで日本憲法って言ってるのかなっていうぐらいの感覚ですね。でもあえてこの偉大な先生方が、まあ、それを使い分けておられる。そうなんです。はい、でじゃあどこが日本、はい、大日本帝国憲法、日本国憲法と日本憲法の違いは何かっていうと、まさにさっき出た憲法典として書かれたものとして日本国憲法がある。はい、でもその傍らにしっかり日本憲法っていうのはもう神武天皇の建国以来ずっと日本にはあるんだと、はい、例えば美濃部辰吉先生はしっかりこのご本の中に書いてらっしゃる。そうなんですね。はい、でなんか意外じゃない？そうですね、美濃部辰吉先生ってなんかすごくリベラルで、はいはい、で天皇機関説で右翼に睨まれて、はい、うん、でなんか左翼の大好きな美濃部辰吉先生というそういうイメージですよね。はいはい、でもその美濃部辰吉先生が我が国には日本憲法っていうものがあって。はい、でこれはもうどんな国のどんな歴史を持つ国であっても、はい、それぞれに持っている固有の憲法なんだ、うん、という、はい、そういう説明をしてらっしゃるんです。まあそれはそうですね、さっき私が言わせて伝統文化っていうのは国ごとに違いますし、うん、それによって生まれてくる慣習とか、まあ、その暗黙のルールみたいなのがありますからね、その社会に。ありますよね。はい、でもしそういう暗黙のルールがなかったら国が国として成り立つっていうことはできませんよね。はい、なんかのこういろんな有形無形のルールがあるから、うん、国が国としてやっていける。はい、でそういう暗黙のルールの全体を指して憲法という、はい、というこれが実は大元のコンスティテューションなわけなんです。うんはい、でその大元のコンスティテューションが日本では日本憲法ということになる。はいうん、でそうなると我々が憲法論議をするときに、はい、なんかもう憲法典のことばっかり頭にあって、はいはい、で全文どうしようとか第9条どうしようとか、はい、条文の話ばっかりになってますよね。うん、だけど条文をどうしようかこうしたらいいかああしたらいいかっていう時に何を基準に考えるのか、はい、その基準として我が国には日本憲法があると、はい、そう聞くと、はいなんとなく安心感というか、はい、湧いてきますね。いや逆に言うとそういう枝葉末節な議論はそんな必要ないのかなっていう感覚にもなりますし、うん、またその何でもかんでも本当に書き込む必要があるのかなと、うん、もっと大元に日本憲法があるんだからそれから類推解釈すればこういう解釈になりますよねと。いうことですよね。だから私もロースクール出てますんで、うん、結局なんかこう憲法典がね、うん、金貨極上のようになっていて、うん、これに基づいて全て考えないといけないというふうな思考パターンになりがちでしたけれども、うん、今のような話をちゃんと聞くとその背景にあるものも含めてその法的な判断をすればいいし、まあ、それをより明確化したものが憲法典なんだから、うん、それも当然解釈の一つに使っていけばいいんだと。いうふうな理解になりますね。そうですよね。はい、そうするとなんか憲法論議っていうのがなんかもっとずっとリラックスしてできる話、はい、という感じになるんじゃないだろうか、はいうん、まずはそういう考えでこの日本憲法っていう言葉をちょっと我々見直してみましょうよという、はい、そういうのをこの頃あちこちで宣伝して回ってるところなんです。あ、素晴らしいですね。はい。ね、まずそうですね。憲法とは何かって考えるときに、本当に憲法は国家権力を縛るものというふうに定義しちゃうと、その指す憲法は憲法典だけになってしまうと。それってなんかこう本当に戦後の GHQ が作った憲法に完全に縛られていることになりますけれども、うん、もっとその背景にあるものを広げればもともとある日本憲法の中の部分的なものが日本国憲法典であって、うんうん、それだけよりはねこうなんていうかな縛られる必要はないというか、うんうん、っていう、先生楽にというふうにおっしゃいましたけれども私なんかもっとより柔軟にね、うん、議論ができるし、そういう議論からすると結局その法典だけを見るんじゃなくて、うん、日本ってどんな国なんですかとか、うん、どういう歴史を持ってるんですか、うん、っていうことを勉強しないと逆にその憲法って語れないふうにもなりますね。そうなんですよね。はい、で、もうまさに日本が明治時代に大日本帝国憲法を作らなくちゃいけない。はい、で、それもその国際基準にかなった西洋流のものを作んなくちゃ不平等条約が解消できないと言って、はい、で、ヨーロッパに渡って。はい、そこで先人たちが出会ったのがまさにそういう教えだったんです。なるほど。つまりあなた方なんか西洋の真似しなきゃいけないしなきゃいけないって必死になってるけど、はい、でも憲法っていうのはそれぞれの国の一番基本の法なんだからまずそれをしっかりと自分で掴むことが大事ですよと。うんうん、でその上で国際基準にかなった憲法典を作ればいいので、はい、まずは自分の国の歴史をしっかり見ることですという、うんはい、シュタイン博士という非常にいい先生がいらして、はい、でああそうかと憲法のその本質に目覚めて帰ってきた伊藤博文が中心になって作った、はいはい、これが大日本帝国憲法だ。そうですよね。だから「古事記」とかそういうのも読み返して、支配するなのかしらすなのかみたいな、ね、そういうところも勉強されたということで それは私本も読みました。でそこがもうそもそも一番憲法を考える上で大事なんだ、はい、ということをこれをこう念頭に置いて、はい、じゃあ今我々の日本国憲法っていうのは日本憲法から考えた時にどういうところがいいのか、うん、どういうところを変えなくちゃいけないのか、はい、ちょっとこれまでとは違う視点で考えられるんじゃなかろうか、はい、そうですね、そんな気がしてる。はい、いやこれね、ぜひまあ十数分の番組ですけど、これロースクールの入学生には一番最初に見てもらってそこから法律をねきっちり勉強してもらうといいんですけど、まず判例から入りましょうみたいな、そういうところが今の法律の勉強であるので、まあ、ぜひ法学部の学生さんでもね見ていただいて、あ、なるほどと思っていただければと思います。また、この後も何回かわたって聞いていきたいと思いますので、はい、少し憲法についていろいろ掘り下げてお聞かせください。はい、今日はどうもありがとうございました。